BT のアニメラボ。バッタモン山下です。小林ひろゆきです。バッタモン川です。つぶらい松井です。お願いします。お願いします。というわけで、次に始まりましたフェイトアポクリファでございます。アポクリファね。はい、アポクリファでございます。今回は状況をひたすら説明する回でございまして、そうだね、設定の説明だったね。なんか散々あのニコ生でやった時に隠したところを結構サラサラっと全部言われちゃったなっていう印象もちょっとありましたけども、とりあえず隠す人は、まあまあまあ、ね、1話で説明してくれるか分かんなかったからね、どこまで、公式が結構言ってたからね。俺鉄壁だなと思ったから、山下さんのネタバレが鉄壁の、これは言わない方がいいですね。フェイト〇〇が始まるし、まあまあまあ、鉄壁あ言わないんだ。どのフェイト、アポ〇〇か、アポ〇〇か、言っていいんじゃないですか。いや、これやめていきましょう。フェイト、アポ〇〇です。まあ、アポクリファーの話ですね。はい、そうですね。なんとなく世界観分かりましたね。状況的な説明一応整理しておきますと、まあ、第三次聖杯戦争が終わった、終わったとかの途中で大聖杯が奪われてしまいましたと。で、その奪った輩が今回力を蓄えて一族で魔法、魔法塔、魔法塔、時計塔か、時計塔っていうそのイギリスにある、あれですね、ステイナイトの時に最後にみんな行ってたところですね、あそこに反逆を起こしてきましたよって。で、聖杯戦争をぶっかけてきましたよって、聖杯大戦です、今回は、俺聖杯持ってるけどって言ったんですね。7機と7機の聖杯、サーバント同士がぶつかり合います、で、終わったらちゃんと今度は普通の聖杯戦争をやりますっていうところまで学長全部説明してきました。個人戦もやるんだぞとか、すごいね、団体個人両方やるんだね、ってことはなんか、でも結構あれです、向こうは一族だし、こっちはこっちでなんか、まあ、魔法と、魔法が時計塔と、あれだ、なんだっけ、その監察官が送ってきた、あの、なんだっけ、なんとか教会、もう両方とも、その魔術教会じゃない方の教会の方も、両方ともなんか挙国一致体制だし、これ結局、普通の聖杯戦争を始まった時にどうするんだよって感じにちょっとなりますけども、まあね、そこはなんかうまいこと。減っていけばいいんじゃないかと思います、そうね、で、獅子号さんが、フリーのネクロマンサーさん、言ってましたね、ゴーライオン、あの人が、要はそのスカウトされた、スカウトされたというか、まあ、なんとかしてくれという最後の人に選ばれまして、お前も戦ってくれ、うちに入ってくれ、ちょっと考えさせてくれよ、じゃあ他のやつ頼むわ。いや3分ぐらい3分ぐらい、待って2回、ね、タバコ吸うから待ってよ、ああ禁煙だった、ごめん、可愛らしいやり取りあそこだったんだよ、でその裏側でなんかそうだね、七五さんと学長が話してる、学長に一応話してる、裏側であのフェイトゼロで出てきたウェイパー君の将来の姿、ロードエルメの2世さんとあのドジっ子少年が聖杯大戦について喋ってるという、なんとなくファニーはちょっといい感じの、まあこうにんばり、いたり、来たり、知ってる奴らがにんばり、いた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 り、悪い笑いをするね、ヘラヘラは OK、 いろんな表現を出してる、挟まれ、で最終的に七五さんが、赤のセーバーを召喚して、誰なんだっつって、騎士王、アーサーペンドラゴンの正当な後継者、モードレッドさんです、どやって言ったところで終わった、すごいっしょ、ね、って話でした、あとそれは C パートでなんかよくわかんないけど祈りを捧げている少女に何かが表示したところで終わりましたね。そうだね、私頑張るみたいなこと言ってた気がするなんかぼんやり言ってた気がする、私感想1個しかないからいい、なんかすごそうだったけどよくわかんなかった、それすげえ、おーはーなんとなく、なんかよく入ってこない、すごいやん、エロスを感じてから雰囲気もなんとなく言いたいことは分かってるんだけど、あのね、ってというわけでね、今回ね、多分 ここに注目しとけばいいっていうポイントは、その方は聖杯大戦です、7機のサーバントと7機のサーバントが戦います、で、黒の方は魔術協会に反旗を翻した信仰勢力で、この人たちが大聖杯を今握ってます、赤の方たちはそのように立ち向かうために選ばれた行政集め集団ですと、まあ、どっちが敵味方ってわけでもなく、まあなんかね、大聖杯持ってんだったらなんかっていう、まあな、なんかイメージね、世界としては黒の方がまあ悪なのね、多分そのだって奪っ
奪っちゃったんですよ、うん、そうこっそり奪って翻そうとしてるわけだもんね、うん、そう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 、うん、まあでも別になんかそこはどっちが依然とどっちがことも言えないので、うん、悪いことをしようっていうわけではなさそうだし、あとめちゃめちゃ準備してきてるからめっちゃ有利そうっていう雰囲気もある。一旗あげようってだけのやつなんで、結局黒のやつなんで今のところ分かってる動機は、うん、ただ問題があって黒の首領みたいな人がいたじゃないですか、うん、あの人が貸し付いてる人がいたじゃないですか、うん、あの人が問題ですよね。ゴーレムマスターみたいな、はい、何なのかっつっても、まあ、公式サイトみたいな何なのか分かってるんですけどでもこれ君はゴーレムマスターゴーレムマスターはキャスター。あ、そうか。だってあの人もっといい、あ、そうか、最後にあれが玉座に座った人、はい、玉座に座った人、あの召喚4機同時召喚した時に、あなたの配下ですって言われてた人ね。そうそう、おうよって言われた人、あの人誰公式に出てんだ。ピッコロ大魔王、ピッコロ大魔王、ピッコロ大魔王のわって死ぬ前に死ぬ前にあの人は、はい、召喚されたサーバーたちの一人です。おー、なるほど。あいつも誰誰何何何のサーバー、でも王って呼ばれるような立ち位置でしょ。うん、まあとにかくあの人がメルエルは違うでしょ、世界線が違いすぎる、うん、私の知ってる方はただ一人。おお、まあ、なんかアーチャーとかそういう系の、あ、まあ、約束を、そうそうそう、それ、ね、あの人がね、確か ランサー、ランサー、確かランサー、でセーバーがあの、セーバーがで、多分ランサーがフェイト自由だったとバーサーが、ね、多分確かランサーでいいと思うんだけどな、最初からでした教授、教授ずっと出たね、教授ずっと出た、黒のセーバー、黒のセーバー、めちゃめちゃ世代、何羨ましい。なんで嫌いなんだ助けてくれよ、うん、赤のセイバーになれば黒のセイバーこと教授とイチャイチャできるということ。そうか、心中できるんだね。ホールガーっていうバカにしてるね、ちょっといじってんじゃねえか、ちょっといじってんじゃねえか、ホールガーならばみたいな、こっちも出すぞみたいな。あの最初に出てきたのは昔の話なんですか、これからの話ですか、あれ最後じゃないんですか、最後ですね、あのね、その前の話もちょっとある、まあ、でもなんかとにかく見てれば分かるけど、うん、まあまあ、モーさんとあのすまないさんが戦った、モーさんってモードレッドさんね、最後に出てきた、はいはいはい、赤のセイバー、はい、モードレッドさんとあとはあの黒のセイバーがガチでホークぶつけ合ったんで、うん、最後っていうか、まあ、特徴的なところ言ってもらって言ってたじゃん、一応シゴさんが最後に召喚してた赤のセイバーさん、赤のセイバー、それは分かる、うん、モードレッドって誰、ああモードレッドは多分もうなんか言っちゃって、自分が名乗り上げてましたけども、うん、アーサー・ペンドラゴンさんの息子がモードレッド、なるほど、アーサー・ペンドラゴンって誰、アーサー・ペンドラゴンって話は、アーサー・ペンドラゴンってのは円卓の首領であるアーサー・ワーセンスの主人公、いや、何回も円卓も分かんないもん、うん、ランスロット、なんでみんな知ってんの、知ってんの、ランスロットとか調べたけど全然ガウェイ、じゃあもうあんたがもうライジングイバット、ぶっちゃけちゃうとそれゴルフマンだよ、そうぶっちゃけちゃうとセーバーさんの子供、なるほど、へー、あの青のセーバーさんの、青のセーバーさんがアルトリア・ペントラゴン、誰と誰との子供、気になるな、ね、それ気になる、誰との子供よ、あの時の誰よ、あの時の誰よ、違うと思う、カイさんが思ってる相手と違うから、まあ、あのアスター王伝説に出てくる歴史上の子だから、ちゃんとした歴史上の相手の子供だから、ね、フェイントに出てきた誰かの子供ではなくて、歴史上のその円卓の子供で反逆の騎士と呼ばれているモードレッドです、なるほどね、アサーをぶち殺したことで有名なモードレッドさんですね、へぇ、うん、ね、もうすぐに名乗るんだなと思ったけど、ね、まあまあ知ってるね、知らない、ライジングインパクトの知識しかね、ライジングインパクトの知識だとゴルフに道が光って見るだけじゃないです、お前も読んでるじゃねえかよ、はい、まあそういうわけで、まあなんか黒のキャスターさんがすげえいろいろとやるなんか悪だくにしたなとかその辺のなんか覚えておいてもらえれば、なるほど、まあこれはあんま出てこない世界中、うん、まあそんな感じですね、とりあえず、うん、はい、次回の見どころみたいなのもしなんかこれから次回の見どころなのかわかんないですけど、とりあえず最後に出てきた娘っ子、うん、なんか私なんかルーラーでしょ、うん、まあ、ルーラーなんですけど、だってお引き換えって書いてあった、ホムンクルス的なのにもこれから主要なキャラが出てくると、うん、ホムンクルス的なところと、
そう、ルーラーさんに注目、あ、そうだ、一番注目しとかなきゃいけないとこ忘れてた。赤の陣営の、観察官を書いていた、シローさん。シローさん。知らねえって言ってたけど、知らねえ名前だ。あの人が、すごい大事な人物ですね。何者なのか。のかシローさんです。何者なの、知らない、俺も知らない。その人しか知らないの、シロ逆に多分、うん、知ってるシロなのか、知ってるシロで会ってるならその人しか知らない、アーサー王とかわかんないけど、知らねえシロだったら全員知らねえ、カエさん全員知らない可能性はまだある。怖い話よ、ヤサオだけど朝黒くて白い髪をしている、あ、じゃあ知ってるシロが回ってくるとね、知ってそう、知ってそう、好感度が高いシロかもしれない、好きなシロかもしれない、好きな時のシロ、好きなシロ、髪がいささかつんつん、そう、髪がね、投げんだよ、立ちすぎてるけど、じゃあ知らねえしろかもしれねえ、わかんない、でもあの旅してる間みたいな、なんかいろんな世界線でね、いろんな姿あった、設定やらせてもらうと、皆さんが知ってるフェイトの世界とアポクリファの世界は年代的には大体同じくらい、なるほど、だからその何十年もずれてる世界じゃないから、しろは知ってるしろかも知れないね、かもしれない、これは今後明かされていくな、しろしか知ってる人出てこねえや、頑張ろう、知ってこ、これから高卒じゃわかんねえよ、これから知ってこ、知識よ、伊藤シロや、伊藤シロ、あ、知ってるわ、知ってるわ、伊藤家の食卓だわ、伊藤家の食卓、伊藤家、伊藤家、円卓のことを食卓って言うんだよ、いやいや、これでしょ、アーサーの円卓を伊藤家の食卓、伊藤シロ殺されたわけね、だから要はあれだよ、伊藤シロ言ってでしょ、リカコに殺されたの、リカコに殺されたの、裏技を誰が発表するかコンペテルの、で、たまにジャケット着た謎の来訪者が来るから、風間さんって要はね、あのモーさんっていうのモードレットさんっていうのは三宅くんですね、要は、あ、なるほど、あ、三宅くん、あ、そう、息子だもんね、あ、そっか、なるほど、なるほど、殺されたんだ、伊藤シロは、そう、みたいな、フェイトの世界では伊藤シロも女性だったし三宅くんも女性だったっていう非常にややこしい話になってる、なるほどね、不思議な話、なるほどね、三宅くんって言われたらなんとなく分かったね、三宅くんです、じゃあ今後モーさんのことを三宅くんとして故障します、ね、なるほどね、はい、以上ね、そんなところですね、まあ、とりあえず楽しみにしててください、そうですね、これからですからね、まだ、だからこれからだ、以上です、違うよとかいろいろコメント送ると思いますけども、まあよしなに、ワイワイ見ようよ、ワイワイ、以上です、さようなら。